花びらに皮わたけは、白きくらげか白きくらげ属のキノコ。に皮のように軟質で、くすんだ泡合色、または、赤葛色のキノコである。形は、シワのよった花びらに似ており、球形の塊になる。世界的に広く分布する、ごくありふれたキノコである。このキノコは、カシやヤナギなどの紅葉樹、または、新葉樹の枝、または枯れ枝に活着し、樹皮を破って、 花びら状に成長する。花びらにカワたけの短式は、類球形で2から4細胞からなり、白きキクラゲ目に共通する特徴である、縦角壁によって分割されている。なお、本種とトレメルラフロンドーサ、トラムラフランドーサ、または、黒花びらにワタたけィフィンブリアタは、同一種であるとの説もあるが、決定的な結論には至っていない。ほぼ無味無臭で、 キクラゲ同様食用にできる。アサヒ百科キノコの世界著者、本郷つぐほか出版、アサヒ新聞社 ISBN40 億2380万112、カラー版キノコ図鑑著者、用金の会出版、社団法人化の光協会 ISBN42 億5953万9671、山系カラー名ー,ー日本のキノコ、著者、今関六成。 大谷義尾、本郷嗣を出版。大和渓谷社 ISBN46 億3505万6058。原職日本金類図鑑著者、今関六成。本郷嗣を出版。保育者 ISBN4 億5863万 23X。続原職日本金類図鑑著者、今関六成。本郷嗣を出版。 保育者 ISBN458630 万426ありがとうございます。